だからまあ7時半には帰るみたいな平均して、休日っていう概念はなくなりました。でもまああの事務所にやっぱ4回ぐらい泊まってんですよ、はい、給料だったりとか不安みたいなのあると思うんですけど、そこら辺とはどう向き合ってたんですか。独立する直前の1年間は、おはようございます。おはようございます。自己紹介お願いします。豊真根誠一と申します。もともと2017年にですねサントリーに入社をして、まあ、お客様センターとかですね広告媒体の仕事とかをしてたんですけども、まあ、趣味でやってたですねこのパワーポイントの資料作成に関する情報発信がすごい反響をいただきまして、まあ、本出したりメディアに出たりセミナーとかをしているうちに2022年の1月に独立をしまして、今白作という会社をやっております。お願いします。会社は何をやってるんですか。なんか白作っていう会社の社名が2つ意味があって、資料に時間を割くっていうのと資料を割くと作るっていう意味があるんですけど、うまい。ビジネスパーソンがもっとこうクリエイティブに時間を使えるように提案力企画力を上げる研修プログラムの運営とか提供だったりとかコミュニティの運営なんかもしております。今日はどんな予定ですか。今日はですね商談が4つだかあって社内会議も2つあって会議がねいっぱいあるんですよ。まあやっていきましょう。ありがとうございます。お願いします。お願いします。あ、お願いします。エヴァンゲリオンみたいになってる。今何のミーティングされてるんですか。地方自治体の移住促進の PR にちょっとコンテンツ作りで支援させていただいておりまして、それの中の記者会見、記者会見にあのオンラインで出演していた状態ですね。今からは何されてるんですか。今からはちょっと商談の準備を少々していきます。どのぐらい商談あるんですか。今日商談めっちゃあるんすよね。4個ありますね。頑張ります。はい、ありがとうございます。頑張ってください、はい。本ちゃんの方はですね、1月と2月の経営会議で提案しようとしている人を各10名ずつでその中でミュニケーションするということですね。で、最初の準備段階としてはテンプレートと、まあ、ガイドライン、これぐらいいってるわけなんで、はい、これもめっちゃよくあります。白作の男性メンバーは疲れると坂本の元に集まるという習性があります。この肩を揉みに行くと、ね、どうなんだろう、なんかセクハラとかに当たらないのかな。行かれますか。行きますか。14時ですね、はい、どんな就活してサントリー入るんですか。僕は最初なんかおもろいもんが作りたいと思ってて、はい、テレビ局を受けてたんですよ。でもなんか日テレのテレ朝もポコポコっとまあ落ちまして、はい、まあ、もうちょっと視野広げた方がいいなと思って、こうつまみ食い的になんか面白そうだなと思う会社をこう受けてたら、たまたま内定を打たれたのがサントリーだという感じですね。東大でボート部の体育会で、体育会系東大生だから、うん、肩書き的には最強そうな感じするんですけど、まあ、だいぶ雰囲気も違ったんでね、あの時、はい、なんか黒縁メガネにほぼ坊主みたいな感じだったんですよ、だからだいぶなんかこいつなんか思んなさそうって思われたんじゃないかなと今振り返ると思う。サントリーではどんなことされてたんですか。セサミンってゴマのサプリメントとかを売ってるサントリーウェルネスというセクションに配属されまして、なんかあのお客様センターのなんか企画の仕事とか、あとなんか広告媒体の運用管理みたいな仕事をしておりました。やっぱサントリーといえばめちゃくちゃいい会社みたいなイメージがあって、ホワイトだったりとか人がいいみたいな感じだと思うんですけど、うん、そこら辺はどうだったんですか。いい会社っすよ。いい会社です、うん、てかサントリーってすごいっすよね。あれ誰に聞いてもいやサントリーいい会社っすよねってみんな言うんですよね。いい会社を具体的に表してるエピソードとか感じたこととかありますか。一番感じるのは愛社精神と商品愛ですよね。マジで働いてる人みんな会社のこと好きだし商品のことが好き、これ圧倒的だと思う。ありがとうございます。しーちゃんのおすすめで漬け丼にしました。漬け丼、はい、安心感ありますよね。 人はいいですよね。真面目で爽やかな感じの人が多いですよ。まあ、けど本当ホワイトのイメージもあって労働時間とかも全然多くなかったんですか。そもそもあの年360時間しか残業できないんですよ。月平均30時間だから1日 1.5 時間ですよね。だからまあ7時半には帰るみたいな平均して、まあ世の中のねめっちゃブラックな会社とか比べたら全然してない方ですよね。なんかもうこのまま行けば将来安泰な感じするんですけど、なんで独立したんですか。パワポ芸人がやっぱもうおもろかったんですよね。自分のできることとか知っている世界がなんかこれどんどん広がっていくんだろうなっていう感覚があって、こっちに人生振り込みした方が絶対面白いなと思ったんですよね。独立するにあたってやっぱり給料だったりとか将来の安定性が失われることが不安みたいなのあると思うんですけど、そこら辺とはどう向き合ってたんですか。独立する直前の1年間は本業と副業の収入がもうトントンぐらいだったんですよね。だからもうこれはまあまあ減ることはねえだろうとって思って、まあ勢いでいきましたね。すごい独立していくとやっぱりこう労働時間も自然に増えていくと思うんですけど、どのぐらい生活変わりましたか。
まあ、土日も働いてますよね、少なくとも休日っていう概念はなくなりました。本当に自分のやりたいことだから全然苦なく土日も働けるみたいな。働くのって筋トレだと思ってるんで、働いて自分がトレーニングしてできることが増えてくっていうことをなんで制限されないかんねん。で、副業もだってね、平日の夜とか土日にやってたのが本業が副業に置き換わったみたいな感じなんで全く抵抗はないですよね。じゃあもう生活はまあ確かに変わったけど、全然心持ちとかもともとマインドが決まってたから。あ、そうですね。別になんか切り替わったって感じじゃないです、別にそこは。でもまああの事務所にやっぱ4回ぐらい泊まってんすよ。泊まってる普通にきついことした。あの段ボール敷いて、ベッドないですもんね。ベッドないんで、はい、その床に段ボール敷いて、限界大学生みたいな。そう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 。なるほど、ありがとうございます。じゃあ次、ゾウさん。ゾウさん、怪異アクションはあんまりよくないですけど、小山根さんの、まあ、好きなところを一つと、なんか直してほしいところとか。やっぱり小山根さんって人を動かす力とかあると思ってて、うん、伝える力とか、うん、まあ圧があるって言ってしまえばそうなんですけど、圧なんですか。熱いというか、はい、そこが本当に素敵だなと思って、うん、でも好きなところです。直してほしいのは、結構食事をおろそかにするのはずっとなんか毎日でお昼ご飯とか食べないんですよね。生活より仕事楽しいみたいな感じなんで、いや会社としてはいいんですけど、ちょっと長く続けていくには健康が大事だなと思いますね。お母さんみたいですね。だいたいこう真面目な解説した後に、まあ、オチというか面白で締めるみたいな、多分黄金パターンが多分なんですよね。でそれがまあ好きですと。で直してほしいトイレで叫ぶ。トイレで叫ぶんですか。皆さんが言うかなと思ってた改善点がなんか親父ギャグが止まらないとかそういうのかなと思った。直せないでね。全然違った。才能なんで。トムさんお疲れ様です。お疲れ様です。もう10時近いですけどまだ働かれるんですね。そうですね。もうちょっとだけやります。いや恐ろしいぐらい長い。このペースで働いてると大体残業時間どんぐらいになってくるんですか。これ残業って概念を超越してるんですけど、はい、100とか150とかいく月もある感じですかね。でもサントリーの時と比べ物にならないぐらい多いんですね。だけどもうあんまり残業っていう感覚ないんですかね。そうっすね。残業ってなんだっけっていう感じですね。てか僕はあんまなんか仕事してるっていう感覚じゃないんですよね。生きてるっていう感じがあってしたら、まあ、そんな豊丸さんから就活生に最後メッセージいただいていいですか。まあ、就活ってね難しいんですよね。世の中会社鬼のようにねいっぱいあるんで、こんなことを言ったらほんまに元も子もないんですけど、どこ行ってもねなんとかなるんですよ。うん、まあ、本当に合わないなと思ったら転職したらいいし、まあ、皆さんが今一番納得できる形をできるように最大限ねやっていただいた上でどこに行っても OK っていうスタンスで臨むと一番幸せになるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。で、あと、シルサクも今後はちょっとインターンをですね、募集していきますので、こんな感じの我々と一緒に働いてみたいよという大学生の方、もしいらっしゃいましたら、この辺に出ていると思うので、はい、もちろん応募ください。はい、ありがとうございます。一番の想定してるのは、実際にパワポ資料を作る人と、トレーニングプログラムをまあ運用する人、回す人っていう2人が、2つがまあ今メインで、インターンの方にもし来ていただけたらやっていただくことなのかなと思っております。はい、ありがとうございます。ただまあこんな感じで楽しく働きたい人はぜひ、そうですね、感じですね。ただ今日夜遅くまでありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様で、失礼します。お疲れ様でした。ここで仙台リーからお知らせです。期間限定で ES 添削サービスを無料で実施しています。 ES は添削してもらったら通過率マジで上がるんで、この機会に活用してください。夏こそ頑張ろうと思ってる就活生に向けてダイアリーからの応援キャンペーンの方です。ありがたい。この夏限定なので概要欄のリンクからぜひチェックしてみて。